キャットオレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。前回は、こちらの方、中国製真空エンジンの、動画を投稿いたしましたんですが、上手に、起動させることができずに、お見苦しい動画を投稿して申し訳ございませんでした。再調整いたしまして、このように、少し長く動くことができるようになりました。注意した点といたしましては、シリンダー内の、クリーンアップ洗浄と、そしてそこに、潤滑油を投与して、さらに入り口のシャッターの部分にほんのりと、潤滑油を塗るような感じにして、気密性をアップいたしました。さらに注意しなくてはいけない点は、やはり炎の大きさや位置によって起動したり起動しなかったりします。本当に炎の位置がの調整が難しかったです。まあ、以上、非常に、勉強になりました。また、面白い、装置等ございましたら、今後も紹介していきたいと思います。以上です。